BMW501、BMW 502はドイツの自動車メーカー BMW が1952年から1964年まで生産した大型乗用車である。第二次世界大戦後、自動車主力工場があったアイゼナハが東ドイツに編入されてしまった BMW が敗戦後6年後のフランクフルトモーターショーで発表した最初の戦後型モデルである。 当初は6気筒エンジン車の BMW501 として登場。1954年に V8 エンジンを搭載する b m w 5 0 2が追加され、丸みを帯びたフェンダーラインが独立したクラシカルな姿のまま1964年まで継続生産された。デビュー当初の501は、 戦前の6気筒エンジンをベースとした 1971cc65 馬力エンジンを搭載していた。これは、アイゼナッハで EMW と名前を変えて作られていた EMW340 と共通のものであった。車体は重く最高速度は時速 135km に過ぎず、ライバルのメルセデス・ベンツ220が相次いで成功を収めた結果、BMW の業績は、 急速に改善し、501、502シリーズも、その生産を継続できることになった。経営危機が去った1961年、501、502には、前輪ディスクブレーキが与えられ、内外装を小変更して社名は BM、BMW2600、2600リットル、3200リットル、3200S に改められた。そして1962年には、 ベルトーネのチーフスタイリストジョルジェット・ジュージアーロがデザインしたニドア・クーペ、BMW3200CS も登場した。1964年までの501、502系の総生産台数は6気筒車が9017台と、V 型8気筒車5568台であった。台数は少なかったが、当時の日本へも輸入元のバルコムトレーディングカンパニーによって、 輸入された。政治家、実業家の藤山愛一郎も502のユーザーの一人であった。ありがとうございます。